ラッキーした、うん、山田秀の男気というか山田秀男気だったねなんかとりあえず中断で新田が止まるのかを確認して、はい、引いてくれればそのまま中断でよくて、うん、で止まったらもう叩きに行こうだったんですよ、うん、でその時に桐山にもし新井が飛びつかれた場合はもうそれはしょうがないって言って、うん、もうその時は秀が残るようにかければいいって言ってたんですけど、うん、引くのも確認せずにもう叩きに行ってもう流しなし、まあ、席にね、いろんなこと考えると中途半端になるんで多分もう行くってもう決めてたんでしょうね、あいつの中では、うん、もう走りから確かに伝わってくる心意気ですよね、ですね、うん、でもそれも新井はもう分かってるから、うん、もう、ね、無駄にせずに気持ちをきっちり行って、うん、で最後僕はね、もう家康状態ですよ本当、うん、最後のところ、はい、クイッとね座りしままに食う家康だったしじゃあどうもどうもなかなかでも、うん、こういうのが九州で連携できるとやっぱ気持ちが全然違う、ね、そうですね、やっぱでも本当はね、ああいう発信とかじゃなくて、うん、ね、ちゃんと3人で勝ち上がるようなのが一番いいんですけど、うん、やっぱどうしても九州はよそのね、うん、地区に比べるとまだ力がこう劣ってるんで、そういった走りをしていかないと、うん、なかなかこう太刀打ちできないんで、うん、まあ、それをやりながら少しずつよその地区と差を詰めていきながら頑張っていきたいですね、前進できれば、はい、かっこいいでしょ、はい、座りしままに行くピンクだいいとこだよ、織田が月、橋場が小西天下持ち座りしままに行く家康